久保さん、なんか対談したらしいじゃないですか。はい。まあ結論、今は無料でも稼げますよね <laughs>。てかまあ昔に比べると、まあ圧倒的に情報って無料で出てるので、しかも昔に比べると無料の質がめちゃめちゃ上がってます。これ15年前から僕ネット見てますけど、無料の質がね、めちゃめちゃ上がってるわけですよ。 だから、有料買わなくても稼げます。じゃあ、有料を買った方がいい理由についてお話ししましょう。有料これは単純で、情報を絞れるからです。単純に。買いました。例えば、このレンズを買ったとするじゃないですか。じゃあ、このレンズを買ったとしたら、このレンズをつけるという、もう、一つしかないですよね。 逆に言うと、このレンズを買わなかったら、ないわけですよ。だから、どれがいいかなって話ですよね。で、まあ、無料の情報はたくさんあるんで、まあ、結論、どれがいいのかな、どれが稼げるのかなっていう時間だったりとかうん、情報の精査っていうのが必要ですよね。これがいいのかな、あれがいいのかな、どうなのかな。うん。だけど、これ買ってしまえば、これつけるしかないですよね。でも、買ってもつけないんだったら、買わない方がいいと思います。 だから買ってやる人は買った方がいいと思います。だって使わないのに買ってもしょう,しょうがなくないですか。どうするんですかと。まあコレクションですっていうんだったら別にいいんですけど。いや、レンズ使わないけど、カメラの、レンズ使わないけど、レンズを置いとくのが趣味なんですっていう。まあ別に人それぞれのその、使う使わないは人それぞれじゃないですか。うん、フェラーリを飾るのが好きとかね。 別に乗らなくてもいい。見てるだけで幸せっていうのもあるし、ナイトライダー見てるだけで幸せっていうのもあるだろうし、人それぞれ乗る乗らない、使う使わないは自由なんだけども、ことネットで稼ぐっていうことであるならば、まあ、久保さんの例で言うならば、ネットで稼ぐために、ナイトライダーに乗らなくても動画として使ったりするわけですよ <laughs>。もはや乗らないけど使うっていうね <laughs>。稼ぎたいんだったら、あの、情報発信するしかないですから、ネットで稼ぎたいんだったら。だから、 じゃあどういうふうに発信していくのかなとか、どういうふうにや,やっていくのかな。じゃあその教材を買う。うん、で、それ勉強してやる。もうただ単純にシンプルです。で、それを徹底的にやるだけです、あとは。で、わかんなかったら聞くっていう。単純に。で、あと無料で行きたいんだったら、無料で行きたいんだったら、えー、なんだ、今回久保さんの例もありましたけども、一、えー、人に絞った方がいいですね。久保さんのチャンネルをずっと見てや,やるっていうね。そうするとブレないじゃないですか。 だって YouTube で発信してる人なんか探せば本当に無限にいるんで、ぶっちゃけメリットとデメリットは混合してるんですよね。メリットは無料で無限にいろんな質の高い情報は取れるけど、じゃあどれがいいのデメリットとしては初心者の人はどれがいいのってなるわけですよ。うん。じゃあそっか塾入って1本でやればいいだけじゃないですか。 うん、でお金払いたくないんだったら自分で探して自分で精査して自分でやれっていう話なんですよね。サポートも受けず自分で成功してくださいと。でも成功する環境と情報はあるよと。うん。だから今はほんと一人でできる人はマジで環境めちゃくちゃいいっすよね。うん。だからできないんで一人でできないんだったら有料で買ってサポート受けるとかね、教材買ってやるっていうことをやった方がいいと思います。うん。だからどっちでもいいんですけど、 教材買ってもやらないんだったら、僕は使わないんだったら、うん、買わない方がいいだろうし、うん、ただ見てるだけでいいんじゃないですかね。映画を見てるだけでも楽しいじゃないですか。だから動画を見てるだけで楽しいんです、モチベーション上がるんですとか、なんか元気出るんです、それでもいいと思います。人それぞれ、えー、いろいろと考え方、価値観、捉え方違いますから、ただ稼ぎたいんだったら、稼ぎたいんだったらやれと。まあ、結局ここに落ち着くんですけどね。いってらっしゃい。